か？大チャンスデモンベインを好き勝手やったんだ。そっか、あの誰忠治さん、ダメだ。せめてけじめだけはつけさせてもらうぜ。このクソ野郎は俺がきっちりぶっ殺す。おやま、ずいぶんと威勢がいいじゃな、死にかけの分際。うるさい！喋るな！同じ空気を吸うな！くせえんだよ！怪奇納豆人間！本気でうざい。アル！お前も何遊んでやがる！とっとと戻ってきやがれ！せっかくの武器を手放すな。くっ、一本だけだと思っているのかよ。そんなバカな。ドクリスの鏡、刺され！
ご自慢の不死身っぷり拝見させてもらおうじゃねえか。とりあえずてめえはバラして魚の餌だ。ミステリスが機械種ベルゼビュート暴食せよ。お嬢様、待て。拙者を相手に背を向けるクオ、理解できぬお主でもあるな。貴様、他がどうなろうと知ったことで、お主と向かい合うという事実だ。あの美しい戦場の成功を前にして、それ以外の何を求めるというのか。私の戦士、戦いの価値を正しく。誰もがお前と同じ価値観を持っているとは思わないことだな。大罪人よ。あなたは。無視か。真の天使、愛も変わらず正義を気取るか。殺生大罪人だと。通りだ。拙者はその罪深さゆえに最強の魔術師だ。だがな、主君主、ならばお主はどうなる。罪を問うならお主もよほどの罪人よ。それがメタとは肩払いたい。正義を語ったつもりなどない。天使の名は自らに課して誓いだ。現世の夢なく悪鬼亡者のことごとくを駆り立てる。それが天使の所業。それよりもどうする。続けるのならば私も相手になる。お主とこの男の二人を敵に回せるなどと言われるつもりはもうない。それに約束は、サンダルフォンを差し置いてお主と戦うわけにはいかない。
まだ名を聞いてはいなかった。聞かせてはもらえない。波動家執事ウィンフィールドと申します。今お見知りおき。では選手ウィンフィールド、決着は次に取っておくことにし。助かりました、メタトン様。ちゃんとしたお礼はまた改めて。ああ、急げ。姫さん、マギウスウィング、大十字九郎、どうやらあんたにはお仕置きが必要ね。エルゼビュート、悪いな、ちょっとしくじった。そんなことより大十字さん、あなた、意識が遠のいたぜ。もう少しで地面に激突しているところだった。何をのんきに、これ以上の出血は危険だぞ。つってもな、向こうさんは見逃しちゃくれないだろう。
戦おうとしているのですか、大十字さん。すまんな。またデモンベインを使わせてもらう。そんなことを言ってるのではありませんわ。この場は逃げるのです。早く手当てしないと手遅れになりますよ。このままじゃ俺の気が済まねえ。そんなくだらん理由か。それだけじゃねえ。あんなイカれたやつをほっといて逃げてみろよ。何しでかすかわからないぜ。だったらここで潰さなきゃな。そんな、ダメです。だって、違う、そんなにたくさん、違う。やるぞ、アル。しかし、どの道あれ相手に逃げ切れるとは思えねえよ。わかった。だが無理だと判断したら、他の全てを見捨ててでも逃げるからな。余計なことを考えるな。行くぜ。ひどいことが許されるのですか。神様、この世にはいないですか。空より来たりて、正しき怒りを胸に、我らは魔を断つ剣を取る。ルリ、確かに世界は邪悪に侵されているのかもしれない。だけどな、その邪悪を憎む正義もまた確実に存在するのだよ。無垢なる刃、デモンベイン。出てきたわね、デモンベイン。本物のデウスマキナの力、とくと思い知らせてあげるわよ。黒！黒！
うのならしっかりしろ。言われて渦巻きだ。一瞬の隙が命取りだ。分かっている。決着をつけろ。それがナレの体の限界だ。あれを相手に無茶を言う。そもそもこの怪我で戦おうというのが無茶だ。獣も人も手負いほど強いんだよ。同じ手に引っかかると思ったわけ？逃げ回っているだけじゃ何にもできないでしょ。つまらない戦いしてんじゃないわよ。バッドトリップワイン。たわいもないわね。じゃあこれで終わりにしてあげる。とどめよ。さあ、自らの力で。ルリーお嬢様、ご無事ですか？ここは危険です。さあ、
司令室まで。瑠璃お嬢様、旧支配者、つぐわに関する記述。